皆さん、こんにちは。今日は、中共の元外相、信号の死亡について、最新情報を更新して送ります。前回の番組で、信号の死亡についての番組で、私は、信号の死亡についてですね、この事件について、いくつかの疑問があると言いましたね。その中に一つはあの、6月25日、ロシアの副外相が北京を訪問して、習近平に、 シのゴウと解放軍の幹部たちが国家機密をアメリカに漏洩したと報告した後、2 6日、次の日ですね、習近平がシン・を逮捕したということは、ちょっと信じがたいとですね、習近平がそんなに簡単にロシアの副外相の話を聞いて、えー、あの自分のですね、相性、 えー、信号を逮捕することがあるのかですね。えー、その前に習近平がすでに信号がですね国家機密をアメリカに漏洩したことを知ってあるんじゃないかとです、ね、言ったんですね、えー。最新の情報から見れば確かにその前に習近平が知っていたんですね。12月24日、アメリカのメディア、アジアセンチネルというメディアによるですね、 このメディアは複数の情報源から今年3月習近平がロシアを訪問している際にロシアのプーチン大統領が自ら直接習近平に信仰とあの解放軍の幹部たちが中国のロケット軍の,その軍事機密を あのアメリカに漏洩ししたたと報告したことがありますこ,こでですね、あの信号が重要な役割を果たしたと報告したそうです。このメディアはですね、アジアセンチネルというメディアは2006年8月あ、英国とアメリカの,そのアジア特派員の4人によって香港で送還されたものです。編集長ジョンさんは、 ウォール・ストリート・ジャーナルのアジア特派員やニューズウィークのベトナム特派員としてですね、えー、担当したことがあります。2017年に,、えー、香,港に香港にあったそのアジア、えー、センチネルの,その親会社をですね、事業を停止して、そのチ産さんはアメリカのカリフォルニア州に、えー、設置されたその新会社に移管されたんです。 えー、つまり香港からその会社がですねアメリカに、えー、移した移されたんですねその原因は変えてないですけれどもおそらく中共と関係があるでしょうでこのメディアはですねあのによるとあの今のところですね、えー、解放軍の 70人が連行されたと言います。ロケット軍に対して全体です、ね、捜査するんですけれども、その中70人が逮捕されたとです、ね。70人ということは、ほとんどこのロケット軍の、まあ、将軍くらいのレベルの軍艦は全部逮捕されたのかではないかと思います。あの他の人はあの言わなくても、今ロケット軍の司令官、李愚聡ですね、李局長と 副司令官で副司令官公使は自殺したと言われています。その前の,その司令官ですね、3人の司令官。あの、李局長の前の司令官は李三夫今、外相として今失脚した人ですね。李少福ですね。彼もかいあの失脚したし、今、軍事委員会の第一副の主席ですね、習近平の次の人ですね。あーウィフ キーフォですけれども、この人もあの前のその前任の国防省ですけれども、この人今まだ失業をしてないように見たいですけれども、すでに調査の範囲に入った人ですね。だからこのようにすると。 に3人の司令官が全部失脚して、それからその後の軍隊もですね、軍艦も大量に失脚したということですね。実は前回の番組で私は、あ、多分話してないと思いますけれども、侵、え、攻、ー、が死,死刑されるときですね、えー、ロケット軍の10名の,その軍艦がですね、同時に死刑されたという情報がありました。で またです、ね、このメディアによるとあの名前を公開したくない中国の教授はです、ね、あの中例えば中国で,です、ね、いろんな幹部がです、ね、腐敗で失脚した幹部がたくさんあるんですけれども、えー、腐敗が原因で本当に腐敗が原因で,です、ね、失脚した場合は全てその 名を公開するんですね公開すするんですけれども今この2人外相、あのー、信仰と、えー、国防相、あのー、李承福の罪名は今まで公開しないですのでおそらくこれは本当に腐敗ではなく唯一解釈できる量は多分アメリカにその軍事機密を漏洩したのではないかとですね言ったそうです。えー 視聴者からですね、あの前回の番組に対して視聴者からロシアが信号のことを近辺に知らせた理由が分からないんですね、分からないんだと。ナイフを起こさせようとしたのか、あるいはですねアメリカに人泡吹かせようと思ったのかと書いてあるんですけれども、えー、もちろんこれがですね、えー、ロシアがですねあの信号のことを あの信号があ国家機密をアメリカに漏洩したことを習近平に報告すれば必ず信号と習近平の間にはトラブルが発生するんですね。えー、それだけではなく軍隊も含めてだから内紛が起こるのは当たり前のことこれは避けられないことですね。もう一つはアメリカとの関係ですねこれは変わるんではないかとですね これがですね、私も思ったことあるんですけれども、ロシアのスパイ組織 KGB もですね、とても有名な組織です。これもあのアメリカの CIA やですね、他の組織よりも、まあ、レベルが低いものではないですね。だから ープーチンがですね、プーチンはこの KGB の,のトップだったんですね。だからこの出身だから、プーチンがですね、中国のその機密、これだけではなくて、この他にも軍事機密とこの許可の機密、大量の機密を把握していると思いますけれども、なんでこの、えー、信号がですね、国家機密をアメリカに漏洩したということだけを、 習近平に報告したのかです、ね、しかもこの時期になって前でもなくこの時期になって報告するのか、えー、と思っていたんですけれども、えー、これはです、ね、アメリカと中国との間に不安をもたらせるためではないかと複数の中国人の評論家、ねえーカーが憶測しています。 彼らがですねあの、憶測しているその理由ですね、まとめたんですけれども、確かに一理があると思います。時間的に見れば、時間的とですね、あのあ信号がやったこと、言ったことを見れば、確かにこの関係がありそうです、あるみたいですね。2021年、例えば、時間から見ればですね、2021年7月、信号がですね、アメリカ駐在の大使に任命されたんです。 で、その後、2022年10月、信号がですね、中央委員に当選されたんです。その後、2022年の12月、つまり2ヶ月後ですね、外交部長、つまり外務省に任命されて、同時に中央政治局委員になったんです。だから政治局委員は中国では、政治局ということは中国では共産党の 中では一番トップの組織ですね。で、2023年1月、帰国してアメリカのそのアメリカ駐在の大使をあの辞任したんです。だから専門的に今回は外務省としてあの働きました。で、2 0 2六年、それから5ヶ月、千二十3年6月,6月ですね、つまり帰国して5ヶ月後ですね、失脚したんです。で、 この間です、これは時間的に見れば非常に短い時間内での,の信号がですね、大使、大使の場合は外国にいる大使の場合は中国ではあまり高いレベルの幹部ではないです。だからそれから、うんえー、2021年7月ですね、から2022年12月からですから、 たたった1年半ぐらいの中でですね、習近平は3回ですね、2回飛んだんですね、2回飛んで、2つのレベルを飛んでですね、中国の最高の機構のメンバーになったんですね、政治局委員になったんです。だからこれは習近平が抜擢しなければ、このようなことができないんですね。だからこの人はかなり習近平に信用される人だったんですね。 しかし彼はですね、あの2023年あ24日ですね、シンゴアナトギはそのアメリカの大使だったんですけれども、香港のフニックス TV とのインタビューでですね、中国とロシアの協力に禁止区域はないが、ボトムラインはあると述べました。 でそのポトムラインとは何かというと国際法と国際関係においてあ一般的に受け入れられる規範だと言いましたんですね。信号はそれについては詳細には述べてないんですね。でこれは何でこのような言葉をするかというと2022年 のあの2月、中国で東京オリンピックが行われる際にロシアのプーチン大統領が中国を訪問したことがあるんですね。その時、中国とロシアがです、ねえー、複数の契約を結んで、えー、2つの国は中国政府はですね。2つの国は同盟は結ばないですけれども同盟よりもっと親しい関係、もっと良い関係ですね。同盟 を結んででないです同盟よりもっと同盟のレベルだとですね。だから、えー、中国とロシアの関係にはその協力には禁止区域はないと言ったんですね。で、この話に対して君子区域がないと言ったんですけれども、あの、信号はですね、ないけど、ボトムラインはあるんだと。つまり制限はあるんだと言ってですね。この話であの中国とロシアのその関係に少しですね、 何かというと、余裕があるんだとですね、すべ、まあ、て協力するではない,かとないんだとということを言ったんですね、だからこの話をしてから、ロシアからですね習近平あの信号がですね中国とロシアの関係をちょっと破壊して、だから中国をアメリカの方にですね傾けるんではないかと考えられるんだと。 このようにロシアの,そのプーチンが考えるんじゃないかとです、ねえー。その後ですね、あのー、5月、去年の、今年の5月ですね、2020今年の5月2023年の5月、中国政府の李毅特別代表がウクライナを訪問したことがあります。でリキーは10年間 えー、ロシア駐在の中国大使として勤めたことがあります。で今回のその訪問でですねロシアだけであのウクライナだけではなくてロシア、ウクライナーポーランドなど国家国を訪問したんですけれどもあ中国とあのロシアとウクライナが戦争を起こって だからですね、起こった後は中国は一方的にロシアを支援していたんですね、支援したんですけれども、その後初めて中国政府が今回ですね、ロシアを訪問することです。だから訪問してですね、リキさんはあのウクライナのジェレンスキーと会談するときに、言った話は、 ほとんどですね、表した表明したものは、ほとんどロシアに傾くですね、ロシアのために話したんですけれども、とにかく訪問したこと自体がですね、中国とロシアの関係、あの、ウクライナの関係がですね、あの、変わるんだと、どう意味がなるんじゃないかですね。これがもう一つの、あの、知るですよね。これが、あ信仰があ何かというと、あの、国家、 あのえー、外,外務省になった後のことですね。まだ、えー、今年の6月19日ですね、19日、プリンケン国務長官が、アメリカの国務長官がですね、中国を訪問したことがあります、えー。トランプと習近平がその貿易戦争を行ってからですね、えー、中国と、あのー、 アメリカの間ではその国家首脳レベルの会談がなかったんですで。バイデンがアメリカの首相になってからです、バイデン政府とシューケンブルー政府の間ではその交流がなかったんですけれども、これは初めてアメリカの高官が中国を訪問したことです。その後ですね、まあ、1ヶ月もなってない、2週間後ですね、まだアメリカの えー、財務長官がですね中国訪問したことがありますこれらのことはですね、えー、なぜ訪問ができたかなとは、まあ、詳しい情報はわからないですけれどもここに信号がですね信号があのー 努力したのでではは結果なだから外務省信号が外務省になってからこのようになったので信号がですねアメリカと中国の関係を改善させてそうするとアメリカ中国とロシアの関係がだんだん 多くなりますねだからこのようなことを見て、プーチンがですね、その信号があれば、あー、アメリカと、中国との関係が良くなって、中国とロシアの関係が悪くなるんだと。だからですね、信号をあの、なくさなければ、この関係がですね、だんだん発展していくと、中国とロシアの関係は最後には、まあ、はかされるんじゃないかと、考えたのではないかとですね。そのために、 あのプーチンがですね中国とアメリカのあ仲方へさせるためにですね環境を不安にさせるためにその信号がアメリカにその国家機密を漏洩したことをあの習,近あの習近平に報告したのではないかと実際はですね私が思うには外相としてはです、ね、国家機密あの、軍隊の機密をどこまで知っているのかは疑問ですね。えー 軍隊の機密は軍隊の機密だから外省には一般的な、えー、機密はですね分かると思いますけれどもあの非常に深い機密は分からないと知らないと思いますね。だから、えー、信号がその国家機密、軍隊の機密を漏洩したとしてもそんなに詳しくはあのこの アメリカに報告すすることとがでできないではないかと私は思いいははか私思ますだからここではいろんなあ情報もあるんですけれども、えー、ロケット軍の,その司令官がですね司令官がその息子にそのあ軍隊の機密を漏洩したことを信号が知っていながら習近平に報告しなかったと言われてますねこれが習あの信号の罪だと言われてますもしこれだけならですね あの報告してないということで自分が自ら国家機密を漏洩してなければ死刑されるまではいかないのではないかと考えますけど思いますけれども死刑されたということは前回のですねあのその日本のメディアアジア日系のメディアでもですね言ったのは進行が あの国家機密をアメリカに漏洩したと書いてありますけれども、えー、ここでもですね、一つの疑問ですね、本当に本人が国家機密を詳しくアメリカに漏らしたのか、あるいは、 解放軍のその司令官が、ロケット軍の司令官が国家機密をアメリカに漏するするのを知って習近平に報告しなかったのか。これがですね、あの、私もです。ちょっとひ肝の持っています。えー、もちろんあの内部の闘争ですから習近平はそのスダリン式の粛清を知っているということなので、スダリン式の,あの粛清ということは、 政治的な敵を全部あの粛清した後、自分の身内の人を粛清することなので、今は習近平が自分の身内の人を粛清するということですね。前回の番組で言ったのは、その元副外相、劉覇、劉閣士もですね、習近平の身内の人で,です。だから、今の状態では確かに習近平は、まあ、全ての人、 自分の身内の人も今ですね、自分の敵として縮小するのではないかと考えられます。では今日はですね、信号の死亡について情報を更新して送りました。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。